アヌシュカシェッティは、インドの女優、モデル。本名は、スウィーティシェッティで、テルグ語映画、タミル語映画に出演している。シナマー賞、ナンディ賞、タミルナード州映画賞、フィルムフェア賞南インド映画部門など数多くの映画賞を受賞している。2005年のスーパーで映画デビューし、フィルムフェア賞最優秀テルグ語助演女優賞を受賞した。 翌2006年にヒロインとして出演したバイクレマーカデュが工業的に成功したことで知名度を上げ、2009年に出演したアルンダティでフィルムフェア賞最優秀テルグ語主演女優賞、ナンディ賞最優秀主演女優賞、シナマー賞最優秀主演女優賞を受賞し、2010年に出演したベドムで再びフィルムフェア賞最優秀テルグ語主演女優賞。 シナマー賞最優秀主演女優賞を受賞している。これらの映画の成功により、アヌシカは、テルグ語映画のスター女優の地位を確立した。2010年代に入ると、シンガーム、シンガーム2、イエナイ・リンホル、SI3 などに出演して工業的な成功を収め、2015年には、ルドラマでエビー宿命の女王で主演を務め、3度目の フィルムフェア賞最優秀テルグ語主演女優賞受賞を果たした。2015年から2017年にかけて、バーフバリ伝説誕生、バーフバリ王の外戦に出演して、ヒロインを演じ、高い評価を得た。2018年に主演を務めた、ブホゲマシーは、アメリカ合衆国で100万ドルの興行収入を記録し、 女優主演のインド映画としては、インド映画界で最も著名な女優シュリーデビ主演のマダム・イン・ニューヨークに続く記録を樹立した。カルナータカ州マンガロール出身のトゥルジンで、美容外科医の兄弟が二人いる。バンガロールのマウント・カーメル・カレッジにある、コンピュータ学科を卒業する。また、ヨガインストラクターの訓練も受けている。2005年のテルグ語映画、スーパーで、アッキネイに、 ナーガールジュナ、アーイシャー・ターキアーと共演し、映画デビューした。インティギー・リッツは、アヌシュカとアーイシャーという二人の女優は、クールで上品です。これらのアングルと曲線美は、すべての魅力を出して、あなたを没頭させます。演技についてはどうか。そう、彼女たちはそのために映画に出演していますと述べ、サファイは、セクシーガールのアヌシュカとアーイシャーは、 彼女たちの体を披露しますと述べている。同年、アヌシカは、マハナンジに出演して、シュリハリ、スマントと共演している。インティギーリッツは、アヌシカは、まるでそのためにあるように美しく見えると評価したが、映画自体は、脚本の縫い目は、擦り切れていると批評している。サファイは、映画を、前半は活気に溢れ最先よく始まるが、テンポが緩み、不守備に終わりますと批評し、 アヌシカについては、彼女は、バスーのカメラのおかげで、魅力的に映りますと述べている。2006年に、SS ラージャマウリの、バイクレマーカディユでヒロインを演じ、ラビテイジャと共演した。映画の成功により、アヌシカの知名度は上がり、特に、テランガーナ州と、アーンドラプラデーシュ州において彼女は、人気女優となった。n、o、w r、U、n n i n g c o m のはは、 映画の最高のポイントは、ラビテイジャの完璧な演技とアヌシカの完備さです。ラビは、俳優が持つべき才能のすべてを備えており、アヌシカは、女性が持つべきすべての素質を備えていると批評している。同年に、サーファーシュをリメイクした、アストラムに出演し、スターリンにも特別出演している。2007年に、ラックシャヤムに出演して同作は、工業的に成功を収め、 ダンデは再び、ナーガー・ルズナと共演した。2008年に、オッカ・マガーズに出演し、ナンダム・ユリ・バーラ・クリシュナと共演した。同年に、スワガー・トムに出演するが、工業的に失敗し、批評家からも酷評されている。アヌシュカ・シェッティ2009年に、アルンダティに出演し、初めて2役を演じた。同作は、工業的な成功を収め、批評家は、 主演を務めたアヌシカを絶賛した。アイドルブレインのービは、二つの素晴らしい役は、アヌシカに、演技に影響を与え、例外的に微妙にうまくいったと批評した。サハイは、彼女の、最高で素晴らしい演技を絶賛している。この映画で、アヌシカは、南美賞審査員特別賞、フィルムフェア賞最優秀テルグ語主演女優賞を受賞した。同年出演した、ビラでは、 rediff.com から、アヌシカは、スーパートーンのボディを持ち、スキンショーに端的するものの、何もすることはないと批評しており、サファイは、アヌシカはその魅力を示すために登場したと、批評している。ベテイクランでは、否定的な評価を受け、rediff.com からは、アルンドティで成功したアヌシカは、再び可愛いだけで、中身のない娘に戻ってしまった。サファイからは、 アヌシカは何もするべきことがなく、そのために誰にも気づかれることはなかったと批評されている。2010年にアンソロジー映画、ベドムに出演してバイシュンフを演じ、二度目となるフィルムフェア賞最優秀主演女優賞を受賞している。パンタクシャリでは2役を演じ、コレイジェ、ナガバリー、ラガダに相次いで出演し、ケビ、トキタト,トキタには特別出演している。しかし、これらの映画は、 工業的な成功を収めることはできなかった。同年に出演した映画の中で、工業的な成功を収めたシンガーアームでは、サハイから、アヌシカはその魅力と歌のために存在したが、実に良い仕事をしていると批評されている。ティーチェズの教材アニメの収録に参加するアヌシカ、バーフバリ伝説誕生予告編発表会見2011年にバナムに出演し、ヒロインを務めた。 ザヒンドゥは、アヌシカの大胆で勇気のある役、その女優の目は、喜びと無力、苦しみと怒りを効果的に伝えていると批評しており、サファイは、アヌシカは、商業的なセックスワーカーとして結出しており、間に迫った演技をすることができると批評している。ヒット作となった、神様がくれた娘にも出演し、アヌシカの演技は、大きな賞賛を浴びた。オネエンジアは、 アヌシュカ・シェッティのキャラクターは魅力的ではなかったが素晴らしい演技を披露しましたと批評している。2012年にトンディベムに出演しビクラムと共演した。ザ・ヒンドゥーはビクラムとアヌシュカのロマンスはこの映画の美しい特徴ですと批評している。ダマルコムではアッキネーニと再び共演し REDIFF.com からナーガとアヌシュカは スクリーン上で良い化学反応を起こしている。オネンジアからは、アヌシカは映画での演技の機会は少ないが、歌の場面ではあなたに感銘を与えると批評されている。2013年にアクション映画、アレックス・パンジアンに出演して、カールティと共演したが、工業的に大きく失敗している。ミルチでは、プラバースと共演し、アイドルブレインからアヌシカが演じたベニーラは、 彼女が近年演じた中で最高の役です。rediff.com から、アヌシュカは陽気で映画を活性化させてくれる。サファイから、アヌシュカは美しく、プラバースと彼女の化学反応を称賛すると批評されている。シンガームの続編、シンガーム2で再びヒロインとして出演している。イラナ・ムラガムでは再び一人に役を演じ、アーリアと共演している。 rediff.com は、アヌシカは、アーリアとスクリーンを共有するだけではなく、重要な役を演じている。実際、物語は彼女を中心に展開し、見事に演じたと批評している。2014年には、リンガ・リンガーでヒロインを演じ、ラジニ・カーントと共演している。2015年に、イエナイ・リー・ウンホルに出演し、アジット・クマールと共演した。 その後、ラージャマウリが監督した、バーフバリ伝説誕生に出演して遊兵された王妃、デーバセーナを演じ、ルドラマデービ宿命の女王では、アルアルジュンやラーナーダックバーティと共演して、主演を務め、カーカティーや朝サの女王ルドラマデービを演じた。AP ヘラルドは、アヌシュカシェッティは、王族、尊敬するべき女性を演じる女優として、とても信用できます。 彼女は相続人ルドラマデーバとルドラマデイビという二人の人格をスタイリッシュに演じ、キャラクターに信憑性を与えていると批評している。バーフバリオーの外戦予告編発表会見2017年に SI3 に出演し、スーリアと三度目の共演を果たした。オムナもベンコットスサヤに出演した後、 バーフバリオの外旋で再びデイバセーナ役を演じ、批評家から高い評価を受けた。ファースティポストは、デイバセーナが、バーフバリ二部作の実質的な主人公であることを強調し、アルジュナと比較して、弓矢を巧みに使いこなす、競争的な選手と表現している。また、デイバセーナが自ら人生を選択する環境で、育ったことで、強い人格を身につけ、 弓矢を教授され、生涯の伴侶を選び、政略結婚を拒否し、宮殿の中庭で25年監査に繋がれても、自我を失うことはなかったと指摘し、選択の自由の必要性を強調していると批評している。2018年には、スリラーホラー映画、ブホゲマシーで主演を務め、婚約者を殺害して、刑務所に収監される、女性官僚を演じた。ありがとうございます。